割と12月10日土曜日なんですけども多分ねこれが公開されるのは1ヶ月後の年明けの1月の上旬だか中旬ぐらいになると思いますけどもあのー、去年のだからまあこの動画が公開されるタイミングで言うと去年の10月19日に正体判明という。 タイトルのものも一本出していていそれはだから僕がいわゆる所長席で仕事をしている時に目の前通っていた2人ではこっちをずっと見ていてそのうちの一人が誰だか分かったって話をしたんですよね。でその10月19日の正体判明から約1ヶ月後の11月13日に「手振りハラスメント」っていうタイトルのを出したんですけども。 でこれはだ要するに正体判明した人っていうのが、まあ、僕のゼミに入ってくる学生さんだということが分かってでその学生さんがまた所長席の前の廊下を歩いている時にこっちに向かって手を振ってくれたとでその時にその学生さんともう一人、まあ、僕のゼミに入るんじゃないけれども、まあ、もう一人学生さんその手を振ってくれた学生さんの、まあ、友達 友達みたいいな人が一緒にいてで、この人が僕に振ってくれて僕はこの子に手を振り返したと。で、この後ろをついていた子も僕に向かってこう、なんていうのかな、あのこっちを見てたんで、僕がその2人目の子に対してガーッて打ったと。そうしたら、その2人目の子はいや、私には振れませんみたいな感じのリアクションをしたと。でもそれをさらに振り続けるなどしてとか、なんかお前手を振れとかなんか言うと、それこそハラスメントになるだ いう感じの話が、この11月13日の手振りハラスメントっていうタイトルの出出した話だと思うんですけれども、で、この二人目が誰だかわかんなかったんですけど、これがですね、判明しました。あの、これ、これもどうなんやろうな。<laughs> あのー、まあ、判明しまして、で、この二人目の方と、えっ、ー、と、つい最近、ある時、ある場所でちょっと話す機会があったんですよね。 んで、まあ、ああのー、その二人目の人の顔を僕覚えていたわけではなくて、たまたまその人と話すことになった時に、向こうからそういうこと言われたんですよ。その、こういう時の、これは私です的な感じのこと言われて、で、なんかね、その時の、こう、なんていうのかな、その、こっちから手を振った時の、この、なんていうの、心情みたいなものを語ってくれたんだけど、<laughs> まあ、 あの、普通に考えて、直接そんなにこう接点がない、おっさんから手を振られて、いきなり手を振られて、振り返すっていうのは、ないよね <laughs>。これだから、ないと思うんですよ。だからその、その人の、その時の、いやいや、無理です、みたいな感じの、この、この首を横に数回振った、あの、光景が今でも思い浮かびますけども <laughs>、あの、 あの自分やったらどうするって言われた時に、まあ、僕はちょっともしかすると普通の人とは感覚がずれているので僕は多分振り返してしまうだろうなって思うんですけれどただこれがあの一般的に考えてどうかって言われたらば多分1,000人中振り返すのは1人とか2人ぐらいの確率じゃないかなっていう気がしてちょっとだから、まあ、そういう意味でこう。 うん、やっぱこの手振りを強要しちゃいけないなっていうことですよね。強制して、こう、相手が振ってくれるまでこちらが振り続けるとか、なんかその、まあ名前を呼んで、あの、追い,こ追い込むっていうの手を振るように追い込むとか、こう、なんでしょうね、えー、追いかけていくとかさ、そういうのは絶対ダメですよね。ダメ絶対ですよね。っていうふうに思いましたね。でもこの ちょっと僕の中ではその人に対して、あの一応この、つい、つい最近その人あったんですけども、一応謝ったので、<laughs> あの、それで許してくれたかわかんないけれども、は、まあ、なんか別にそれ以上ね、向こうも、あの、なん何も言ってないし、あの、あれだったんでよかったんですけれども、まあとりあえずあの、二人の、二人目の人も正体が判明したっていうことで、僕的にはちょっとスッキリしたかなって思います。ほんじゃあまた。